上流、上流、上流、ディステレーションとは、混合物を一度蒸発させ、後で再び凝縮させることで、沸点の異なる成分を分離、濃縮する操作を言う。通常、目的成分が常温で液体であるか、有点が高々摂氏100度程度の個体の場合に、用いられる。強沸しない混合物であれば、上流によりほぼ完全に単離 生成することが可能であり、この操作を特に分流という。原理的には、上流とは物質ごとの蒸気圧の差を利用して、混合物の特定成分を濃縮する操作である。上流したい混合物を加熱していくと、液面から各成分が徐々に蒸発していく。各成分の蒸気圧の輪が、K の圧力と一致すると沸騰が始まる。その時、 発生する蒸気の組成は、ラウールの法則に従い、液面の成分組成と、その温度での、核成分の蒸気圧、分圧の両方から決定され、この平行状態での基礎、あるいは、液層の成分比と温度の関係をプロットした図を、気液層関図と呼び、上流の濃縮過程がシミュレートできる。この蒸気を冷却、補修すると、 通常は温度が低いうちは低沸点成分の比率が高く、温度を上げるにつれ、高沸点成分の比率が増すような蒸留物が得られる。これを繰り返すことで目的成分の濃度を上昇させることができる。このように蒸留物の組成は蒸発と凝縮の温度依存性に従うため、沸点差が大きいだけでは一定以上の濃縮は期待できない。 例えばエタノール水系の上流の場合は、エタノールは約 96%W、W 以上には濃縮されない。この現象を強沸と呼び、強沸を起こす混合物を強沸混合物という。言い換えれば、水はエタノールと強沸し、この時の沸点は摂氏78.2度で、この時に得られる上流物の素性は水、エタノールイコール4。 96である。2成分からなる共仏混合物の場合は、第3の共仏成分を追加して、目的の成分を分離できることがある。例えば、ベンゼンは、水と共仏し、また、エタノールとも共仏するが、水、エタノール、マイナスベンゼンの3成分系の場合には、新たな共仏が見られる。純度 99.5%W、W 以上のエタノールは、 これを利用して、純度 95%W、W のエタノールにベンゼンを追加して分流し、酸成分の強物混合物として、水を除去して得られる。ただし、このようにして得られた無水エタノールは微量成分として、発がん性のあるベンゼを含むので引用することは、できない。また、ベンゼンに紫外吸収があるので、スペクトリ用の溶媒としても適当でない。 ベンゼンを含まないエタノールを得るためには、脱水剤、無水硫酸銅球座、酸化カルシウム化を、水素化、カルシウム化、モレキュラーシーブス酸 a などを使用する、マグネシウムエトキシドと還流して脱水するなどの方法が用いられ、またベンゼンの代わりに、水とエタノールを含む酸成分系の強物混合物を作る溶媒を追加して、蒸留するなどの段も考えられる。 上流により、成分を生成する操作は、清流と呼ばれる。多くの場合、清流を目的に上流操作がなされるため、広くは上流と同義である。石油生成のための清流を特に分流と呼ぶ。清流を行うには、上流装置の頭部で、凝縮液と蒸気等を無回流接触させる必要がある。この際、凝縮熱により、 液の蒸発と分縮みが繰り返されることで成分の濃縮が行われる。実際の蒸留では、ビグリューカラムなど、蒸留糖と呼ばれる装置を使用することも多い。蒸留糖は、蒸気の蒸発から凝縮の平行状態が多段階で進行するように設計されており、凝縮と蒸発を繰り返すうちに、蒸気の蘇生比が変化し、特定成分の濃縮が進行するようになっている。 前述の気液相関で示されるように、蒸気温度が一定であれば、その素性も一定である。したがって、通常は蒸気温度が一定になったところを補修し、それを本流と呼ぶ。見方を変えると、はじめの方、初流と終わりの方、後止めは、蒸気温度が一定でなく、素性が変動し、結果として複成分が多く含まれる。初流と本と目とを分手するためには、 二股アダプターなどを使用する。蒸留酒の製造において、諸留分は初垂れ、初垂れ、花垂れ、中留分は本垂れ、後留分は末垂れと呼ばれる。諸留分には低沸点の高気成分がより多く含まれ、エタノールも高濃度で分離されるため、法順差に富み、諸留分のみを使った蒸留酒の銘柄も作られている。脱水を目的とする蒸留では、 ベンゾフェノンが指示薬として使用されることがある。上流方法は目的に応じて様々なものが使用されている。以下に概略を示す。上流は大気圧下で実施する上圧上流と境内を減圧にして行う減圧上流がある。沸点の極めて高い物質や熱によって分解、反応してしまう物質は減圧上流することで加熱を抑制することができる。 蒸留酒の製造においても、常圧蒸留と減圧蒸留が使い分けられている。減圧蒸留の方が、C アルコールやエステル分を含むフーゼル油よりも、沸点が低いエタノールを効率的に分離できるため、癖が少なく切れの良い蒸留酒となる反面で、材料ごとの風味は生かしづらくなり、芳醇さが減る。蒸発面と凝縮面との距離を、 上気分子の平均自由光程以下に接近させることで上流を行う分子上流と呼ばれる方法がある。代表的なものとして遠心式上流装置が挙げられる。上流器内部を高真空にすることで通常では気化しない高分子の上流を行える。化学薬品製造時の複製生物、残留原材料などを除去し、平均分子量の範囲を狭め、 高純度化する用途に用いられる。強風現象を積極的に利用する蒸留法に水蒸気蒸留がある。ローズオイルなど天然香量の工業的生成には現在でも多用されている。単純な形状をした蒸留装置の場合、蒸気が凝縮から蒸発サイクルが少ない段階で凝縮機に導入されるため濃縮効率が悪い。このような蒸留方法を短式蒸留と呼ぶ。 代表的な例では、本格上中ウイスキーなどの上流酒の上流が挙げられる。単式上流器を使った方が、エタノールの濃縮効率は劣るが、エステルなどの芳香成分が一緒に上流されて、芳醇になるため、特徴ある製品作りに利用されている。日本における焼酎のように、酒税法に明記して、連続式上流と扱いを分けている例もある 単式上流で最も単純な構造を持つ装置に、クーゲルロール上流装置がある。この装置は蒸発させたサンプルを隣接する球体で冷却して補修するので、理論段数は良くない。逆に、上流等を高くし、かつ内壁の表面積が大きくなるようにすると、凝縮から蒸発サイクルの理論段数が、笛の薄縮効率が向上する。 このような理論段数を高くした上流を分別上流と呼ぶ。代表的な例では石油の分流が挙げられる。分別上流の上流等として代表的なものにビグ流から無が挙げられる。また、理論段数を能動的に向上させた上流装置として装置が挙げられる。この装置は上流等内に凝縮液の白膜が強制的に形成させるので、 非常に高い理論段数を有する。また、凝集器導入口に分子上流ヘッドをつけて、止めさっの成分を精密に補修する装置を、管流上流装置と呼ぶ。この装置を使うと、沸点でおおよそ5度差の物質を、分別上流可能と言われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。